あったあったくん、お姉ちゃんだよ。びっくりした？じゃあ、今度は驚かないように、耳元で優しく。お姉ちゃんだよ。お姉ちゃん、強くなっちゃった。この力で弟くんを守っちゃうね。そのためには、もっともーっと一緒にいなくちゃね。ね。ねえ、弟くん、お姉ちゃんの悩みを聞いてくれるかな？あのね、もっと弟くんに甘えてほしいんだ。どうしたらいいと思う？ぎゅーっ！お姉ちゃんハグ、暖かいでしょ。ちょっと離れてもいい？ドキドキ、伝わっちゃったかな？ぜーんぶお姉ちゃんに任せてね。ん？全部ってどれくらいって？弟くんが望むことすべてだよ。私の幸せは、君の幸せだもん。かわいい弟くんを困らせる人は、お姉ちゃんがぜーんぶ成敗してあげる。どんなことがあっても、弟くんはお姉ちゃんが絶対守るからね。弟くんには指一本触れさせない。お姉ちゃんは弟くんを守るために強くなったんだもん。お姉ちゃんは弟くんの盾、弟くんの剣、弟くんの鎧だよ。弟くんとのひとときを邪魔する野暮な奴は許さないよ。チョップくらいじゃ済まさないんだから。弟くんをいじめるなんて、神様が認めても、天が見逃しても、お姉ちゃんが許さない！いろんなこと、全部やってあげる。だって、弟くんのお世話をするのは、お姉ちゃんの役目だもん。なになに？用事？いつでも、どこでも、どんなことでも、お姉ちゃん、大歓迎だよ！何でもかんでもどんなことでもお姉ちゃんに言ってね。もっともっと頼って甘えて、遠慮しないでいいんだぞ。いつでもお姉ちゃんに甘えてくれていいんだぞ。なでなでだって、ぎゅーっだって、いっぱいしてあげちゃうからね。お姉ちゃん、嬉しくってついチョップが出ちゃいそう。これはお姉ちゃんの愛情だから、しっかり受け止めてね。どうしよう、困っちゃったな。ランドソルって結構広い上に入り組んでるし、どこに何があるのかさっぱりわかんない。私、迷子になっちゃったかも。どうも地図古いやつだったみたい。地図に名前の載ってない建物や路地がやたらとあって、何がなんだかわかんなくなっちゃった。ランドソルには引っ越してきたばかりで、知り合いもほとんどいないしな。誰かを呼んで道案内を頼むってわけにもいかないし、仕方ない。引っ越したばかりで何かと入り用だけど、どっかの商店で最新の地図を手に入れよう。出歩くたびに迷子になってたら、日常生活にも支障をきたすし、いわば先行投資ってやつだよね。でもこの辺にはお店ってあんまりないな。住宅街だよね、見た感じ。まずは商店街みたいなところを探さないとダメかな。お、案内板みたいなの発見。あれを見れば自分の現在位置がつかめるかも。地図っぽいものは貼られてないか。求人告知みたいなのばっかり。ランドセル、行政とかがしっかりしてないのかな。わあ、ごめんなさい、ぶつかっちゃった。あれ、あれれ、あなた
もしかしてようやく会えた。わあ、大きくなったね。お姉ちゃん嬉しい。男前になっちゃって感激。私のこと覚えてる？しずるお姉ちゃんだよ。私のこと覚えてないの？そっか、記憶喪失なんだ。しずるお姉ちゃんだよ。久しぶりだね。どうしてキョトンとするの？もしかして私のことを忘れちゃった？そっか、記憶喪失なんだ。うん、そういう話は聞いてるよ。昔のこととか全部忘れちゃってるんだよね。そっか、やっぱり実際に目にするとショックだな。君のこと知ってるのかって？もちろん、お姉ちゃんだもん。君のこと誰よりも詳しく知ってるよ。食べ物の好き嫌いから最後におねしょした年齢まで、いろいろ教えてあげる。いっひん、お姉ちゃんに任せなさい。抜けがけ禁止ってりのちゃんには言われてるけど、いいよね。ここで弟くんと会えたのは偶然だし、抜けがけしようと思ってしたわけじゃないんだもん。つまりこれはもう運命だから。弟くんとお姉ちゃんは小指に結ばれた赤い糸によって出会うべくして出会ったわけだよ。たくさんおしゃべりとかして関わって、弟くんにお姉ちゃんのことを思い出してもらっちゃおう。でもその前に、ここどこだかわかる？恥ずかしながらお姉ちゃんは迷子になっちゃってるの。すみません、アンケートにご協力ください。クレープ屋台ラビリンスの割引券もお配りしています。どうかアンケートにご協力ください。私も別に暇じゃないんだけどな。なんでビラ配りなんかしなくちゃいけないんだろう。でもこの町に引っ越した直後で何かと入り用だし。でもマスター、ちゃんとバイト代を払ってくれるのかな。金銭感覚ゆるゆるだからな、あの人。適当っていうか、細かいことは気にしないっていうか、あの人を信じてついていくしかないんだよね。大事な弟とちゃんと再会するためには、1に辛抱、2に我慢、3しがなくて5に忍耐。クレープ屋さんとしてラビリンスが有名になれば、秘密結社としての側面を覆い隠せる。活動もしやすくなる。絶好の隠れ蓑になるってこと。そんな思惑があって、マスターはクレープ屋のお仕事を手伝ってなんて頼んできたんだよね。決してクレープを焼くのが楽しくなってきちゃってるわけじゃないよね。本来の目的を見失ってるわけじゃないよね。信じてるよ。おっと、考え事に沈んでいても仕方ない。ビラ配りをしなくちゃ。クレープ屋台ラビリンスです。アンケートにご協力ください。あれ、奇遇だね。何してるの？お散歩？お姉ちゃんはね、アルバイト。私がバイトしてるクレープ屋さん、ちょっと偏僻な場所にあるからね。お店のそばをお客さんが通りかからないんだよ。だから分かりやすい地図を記載したビラを配ってるんだ。ついでにどんなクレープが好きなのかとかのアンケートを取ってるの。
地道な営業活動、君にもビラあげるね。うん、よかったら小腹が空いた時とかにお店に来てほしいな。あと今時間あるならアンケートに回答してくれる？いいの？わーい、ありがとう。君はやっぱりいい子。うんうん、困ってる人を見過ごせないんだね。優しい子に育ってくれてお姉ちゃん嬉しい。じゃあいくつか質問するから気負わずに適当に回答してね。よく行く飲食店とかある？どのぐらいの頻度で間食をする？好きな食べ物は何？全部の質問に律儀に答えてくれてる。やっぱりいい子だな。抱きしめちゃいたい。でもダメ、抜けがけ禁止。この機会にもっと仲良くなりたいけど、今は余計な刺激を与えちゃダメってマスターにも言われてるし、残念だけど我慢しなくちゃ。でもアンケートにかっこつけて質問するぐらいは OK だよね。弟くんについてもっと詳しく知りたいもん。離れてた時期が長かったし、今の弟くんは私の知ってる可愛い弟とはかけ離れちゃってる。別人になっちゃったとは思いたくないけど、でも少しでも溝を埋めたい。お姉ちゃんだから弟のことは何でも知っておきたい。弟くんについて調べることはラビリンスの活動方針とも合致するはずだし、うん、そんな感じの理論武装でいこう。じゃあ次の質問をするね。君はどんな女の子が好み？わあ、模範解答って感じ。優しいって特別なスキルがいらないから、どんな女の子でも肯定できちゃえる魔法の言葉だよね。わかる。うんうん、きつい子よりは優しい子の方がいいよね。でも女の子の優しさって純情な男の子をうまく誘導するための演技の場合もあるから、その辺見抜ける審美眼もちゃんと身につけておかなくちゃダメだぞ。ともあれ回答ありがとうね。うんうん、なるほど、そっか。わっ、お世辞なんか言っちゃって、もうかわいい。それが君の本音だったら幸せだけど、私に気を使って言ってくれただけならちょっと寂しいな。ともあれ回答ありがとうね。うんうん、なるほど、そっか。とりあえず突拍子もない質問をしても真面目に答えてくれるところとかは、私の知ってる君のままなんだって知ることができてよかったよ。じゃあ次の質問をするからね。君のこともっとお姉ちゃんに教えて。ちょっと憂鬱。なんだかすっかり秘密結社の一員っていうより普通のフリーターみたいな生活をしちゃってるな。アルバイトをして生活費を稼いで、ぼんやりしてるうちに一日が終わっちゃう。この町には引っ越してきたばかりで表の生活が忙しかったし、だからマスターが気を使って仕事を振ってくれなかっただけだったらいいんだけど、あの人本当に大丈夫なのかな。ちゃんとラビリンスの目的を覚えてるのかな。うわー、私だけでも独自に動いて調査とかすべきかも。マスターってば最近引きこもって何してるのかと思ったら新作クレープとか作ってたしね。やる気がなさすぎる。まあ焦って動いても仕方ないんだけど、ちょっと途方に暮れちゃうな。
こんな調子でちゃんと弟と再会できるのかな。いいように便利に扱われてるだけじゃないかな。今日も不意に呼び出されたから何事かと思って用事をほっぽり出して駆けつけたのに、クレープ屋台の店番をしてとかいう比較的どうでもいい要件だったし、まあ私やりのちゃんにお店を任せてる間はマスターは世界の謎について探求してるはず。大抵きっちり新しい情報とか持ち帰ってくれるし、期待して待ってよっと。ストレスは美容に良くないし気楽に。いらっしゃいませ。って、あれ、ようこそクレープ屋台ラビリンスへ。会えて嬉しい。お姉ちゃんちょっぴりナーバスになってたから。生き返る。君の存在がお姉ちゃんに心の健康と肌つやを取り戻させてくれるの。ごめんね、抱きついちゃって。明日ないね。そっか、こないだこのクレープ屋台のビラを渡したもんね。その割引券を使おうと思って来てくれたんだ。よかった、私が店番してる時に来てくれて。おかげで君と会えた。どんどん注文してね。お姉ちゃんがサービスしちゃうよ。オーケー。店主は不在だけど私もクレープは焼けるから安心して。ちょっと待ってね、おいしいやつを食べさせてあげる。サービスで今なら無料で好きなだけトッピングしていいよ。店主が謎のこだわりを発揮して、最初は赤いのが好きだからとか言ってストロベリーソースしか置いてなかったんだけどね、頑張って説得していろいろトッピングを用意したんだ。お姉ちゃんにお任せ？オッケー。じゃあチョコとバナナとバニラアイスと最後にとっておきのトッピング、お姉ちゃんの愛情をはいどうぞ。手早く焼いたよ、お姉ちゃん特製の激甘クレープ。いいよ、あげちゃうあげちゃう、お姉ちゃんを食べて。なんてね、お姉ちゃんは売り物じゃありません。クレープを注文してくれると嬉しいな。全然お客さんが来なくて材料が余ってるから。それにわざわざ注文しなくてもお姉ちゃんは最初から君のものだからね。はいどうぞ、手早く焼いたよ、お姉ちゃん特製の激甘クレープ。美味しそうに何かを食べる仕草や表情は昔と同じ。今の君は覚えてないだろうけど、お姉ちゃんはずっと君のお姉ちゃんなんだ。よくわかんない、妄想みたいに聞こえるかもしれないけど、おかしな女の人だなって。君は怖くなって二度と会ってくれなくなるかもしれないけど、言わせてね、たとえ何があっても、どれだけ世界が変貌しても滅んでも、私が君のお姉ちゃんだっていう事実は変わらないよ。それだけはお願い、どうか忘れないでね。奇遇だね、お姉ちゃんだよ。ぎゅふつかまえた。ほんとちょうどいいところであったよ。絶対に逃がさないよ、お姉ちゃんと一
生一緒にいようね。久しぶりの弟くんの感触、弟くんの匂い。はーい、生き返った。ありがとうね。お姉ちゃん、ちょっと新生活を始めたばっかりでくたびれていたの。近頃大忙しなんだよ。こっちに引っ越してきたばかりでまだ落ち着かないし、いろんな資格取るために勉強してるし、一応ギルドのお仕事もあるしね。ほんと老けちゃいそうなぐらい疲れてたんだ。何も言わずに弟くん成分を補給させてくれてありがとう。以前の君だったら照れたり嫌がったりしたのに、何の抵抗もされないのは逆に私に興味ないのかなみたいに思っちゃう複雑なお姉ちゃん心でした。ともあれ、こんなところで何してるの？お買い物かな。おお、こまごまとした生活用品とか買い足しに来たんだね。んじゃあお姉ちゃんが安いお店とか紹介してあげるよ。値引き交渉とかもするよ。世話を焼かせてね。それだけがお姉ちゃんの生きがいだから。ちょ、なんかピカピカ光ってるよ。どうしたの？なんだろう、これ聞いてないよ。うちのマスターも感知してない異常事態が発生してるってこと？久しぶり。元気だった？今日はね、今まで頑張ってきたあんたにご褒美を持ってきたのよ。それはね、夢よ。私があんたのために作ってあげたとびっきり素敵な夢。何よその心配そうな顔、信用しなさいよ。夢の中のあっちの世界は本当に素敵なところなのよ。なんたってあっちはあんたの故郷なんだから。あんたが昔故郷で体験したイベントを今のあんたに追体験してもらおうってわけ。故郷って言っても記憶喪失のあんたはピンとこないわよね。あっちはあんたが見たことも聞いたこともない不思議な場所なんだけどね。でもあんたはそのことに何の疑問も持たないはずよ。あっちにいること自体が当たり前って思えるはずだから、安心して夢を楽しみなさい。それじゃまたね。おはよう。気持ちのいい朝だね。寝坊助さんの君を優しいお姉ちゃんが起こしに来てあげたよ。早くウェイクアップしないと学校に遅刻しちゃうぞ。こんなに呼びかけてるのに死んだように眠ったままだね。じゃあ仕方ないね。実力行使するしかないね。目覚めのきつい一発お見舞いしちゃうぞ。でもその前に、じー、可愛い君の寝顔火がつくぐらい眺めちゃう。パフー、愛おしい。このまま安らかに眠らせてあげたいよ。甘やかしてあげたいよ。でもダメ、心を鬼にして起こすよ。君のご両親は出張中で、しずるちゃんが起こしてあげてって頼まれてるんだから。うん、君のお姉ちゃんとして認知してもらうためにご両親への根回しは完璧にしてあるからね。気に入られてるんだよ。合法的に合鍵とかゲットしちゃった。もうお姉ちゃんからは逃げられないよ。急に起きないで。いったー、顔を近づけてたから起き上がった君とこうつんこしちゃった。もう鼻血が。お姉ちゃんに頭突きを食らわせるとは君も成長したね。
すでにお姉ちゃんを乗り越えた。うん、おはよう。ちゃんと挨拶できて偉いね。でもなんか妙にバカ丁寧というか、元気ない？うん、怖い夢でも見たのかな。かわいそうに。お姉ちゃんが抱きしめてあげるね。キューッ。私が起こしに来ることはご両親から聞いてたんだよね。ん？まあ、ティッシュをくれるんだね。これで鼻血を拭いてって？ありがとう。君はいい子だよ。私が起こしに来ることはご両親から聞いてたんだよね。よかった。その辺伝わってなかったら完全に不法侵入者だからね。私気持ち悪がられて嫌われちゃうところだったよ。君に嫌われたらお姉ちゃんもう夢も希望もなくなるよ。うん、顔洗ってお着替えしてね。お手伝いは必要ないよね。君はもう高校生だもんね。成長しちゃったよね。ちょっと寂しいな。まあいいか。その調子ですくすく育ってほしいな。お姉ちゃんは朝ごはんの支度をしてくるから、着替えとか終わったらダイニングに来てね。ありがとうって？いいんだよお礼なんて。でも嬉しいよ、すっごく。どういたしまして。いつも思うけど、あんたたちって血のつながった本当の兄弟じゃないのよね。なんでこんなにベタアマに溺愛されてるの？まあ今のあんたに聞いても仕方ないか。でもたとえ本当の兄弟にしても行き過ぎだし、絶対に何かがあったんだと思うけど。兄弟か。ネビアたち他の妖精は今どこで何してんのかしらね。私と違って完全に再構築の際に無償しちゃったのかしら。おっと、ごめん独り言しちゃって。説明が必要よね。あんた毎回ほとんど忘れちゃうんだもんね。うん、あんたが今見てたのは夢みたいなもんよ。目覚めれば大体のことは忘れちゃうわ。まあ今は特に気にしなくても大丈夫だから、もうちょっと成果が出てから改めて説明するわね。でもたとえ夢だとしても、あんたの中に残るものは確実にあるから。そのためにこうして手間暇かけて夢を見せてるんだしね。大事なことは忘れずにちゃんと強く意識して覚えておく努力をしなさいね。今回はとりあえず目覚めたらお姉ちゃんに優しくしてあげて。こんなに海外しくお世話されてるんだもん、恩返しをしなきゃダメでしょ。うん、じゃあね、今回はこの辺で失礼するわ。バイバイ、またね。だから弟くんが急に光ってなんか寝ちゃったんだってば。どういうことなのマスター、ちゃんと説明して。大丈夫なの？変な病気とかじゃないよね。はあ、フィオの干渉？フィオって何なの？知らない単語だけど。起きたんだね。ごめんマスター、一旦通信魔法を切断するね。後でそっちに行くからちゃんと説明してね。それじゃあね、バイバイ。あー、もう大丈夫？気分が悪かったりしない？急に様子がおかしくなったから心配したよ。え？あー、うん、一緒にお買い物しようみたいな話をしてたね。でも今はそれどころじゃないっていうか。え？何でもお姉ちゃんの好きなものを買ってくれるの？どうして？なんで急に優しくするの？いや、
最高にハッピーだけどね。いつもお世話してくれるお礼にって、そんなにお世話したかな。君にはあんまり接触しないようにしてたのにな。でもその気持ちは嬉しいよちょっと泣いちゃいそう。じゃあさ、お揃いのマグカップとか買おうよ。夫婦が使うようなやつ。それを普段から使ってれば、遠くにいてもいつでも君を思い出せるから。一緒に暮らしてるみたいだから、どんなに距離があっても本当の兄弟みたいな感じだから。そういうの気持ち悪いかな。いいの？じゃあこの街で一番いいマグカップを選ぼう。あちこち巡ろうね君が嬉しいことを言ってくれたから、今日も弟くん記念日だよ。お姉ちゃんのカレンダーにまた一つ弟くん記念日が増えちゃった。なかなか具合のいい物件が見つからないな。っていうかランドソル、根本的に物価が高い。王国の首都だしね、仕方ないけど。土地代も王宮の周辺は目玉が飛び出るお値段だし、賃貸でもちょっと私には手が出ないかな。かといって町の中央区から離れたところは不便だしな。近頃治安も良くないって聞くし、女の子の一人暮らしにはちょっと嫌な感じ。でもいつまでも親戚のお家に転がり込んでるわけにもいかないしな。ラビリンスの活動についてとかなんだか怪しまれてきてる気がするし。はぁ、マスターに頼んで例のオブジェクトの変更とかいう謎の能力で豪華な一軒家でも建ててもらおうかな。これだけ働いてるんだし、ご褒美が欲しいよ。ん？あれ？やっほー！奇遇だね！こんなところで何してるの？はは。さてはお姉ちゃんの気配を感じ取って、ふらふらと引き寄せられちゃったんだね。私と君は、運命の赤い糸で結ばれてるんだね。知ってた。安心して、お姉ちゃんも君のことを宇宙で一番愛してるよ。テレヤさん、かわいい。公衆の面前でお姉ちゃんとイチャイチャするのが恥ずかしいんだね。思春期だね。大丈夫、兄弟だから恥ずかしくないよ。ぎゅうぎゅう。ともあれ、マジで何してるの？不動産屋さんに何か用事？ひどい。冗談だとしても残酷すぎる。しずるお姉ちゃんだよ。あ、よかった、思い出してくれた。もう意地悪。また忘れられたんじゃないかと思ったよ。ショックで心臓が止まるかと思った。ともあれ、マジで何してるの？不動産屋さんに何か用事？うん、ここはアパートとかをあっせん紹介してくれるお店だよ。不動産を管理してるギルドが運営しててね、住まいを探すときはここに来るんだって。私これまでは親戚のお家に厄介になってたんだけどね。仕事が片付くまでっていう名目で居候してたんだけど、どうもその仕事が長引きそうでね。あんまり親戚に迷惑かけたくないし、アパートでも借りて一人暮らししようかなって思ってるんだ。でもなかなかいい感じの物件が見つからなくてね。君はどの辺で暮らしてるの？実家？私
君の近所で暮らそうかな。それで毎日押しかけてお世話とかしてあげるの。ほい、ホテルを渡り歩いて暮らしてるの？なんかお金がかかりそうだね。ああ、そっか、君はそうだろうね。大変だね、住処が定まらないと不安だよね。安い物件でも見つけてそこで暮らしてもいいかなと思ってこの不動産屋さんに来たんだね。ふんふん、いいことを聞いちゃった。じゃあさ、お姉ちゃんとルームシェアしない？家賃とか折半してさ、寝食を共にするの。毎日私が君を起こして愛情たっぷりの手料理を振る舞うよ。兄弟だもん、同居ぐらい普通だよね。わー、夢みたいだな。ねえねえ、いいでしょ、二人でお部屋選びをしようよ、新婚さんみたいに。ほら、この物件とか良くない？一人だと広すぎるけど二人だったら程よい感じ。小さいけど庭もあるし、そこで家庭菜園を作ってさ、この部屋にベッドを置こうね。寂しい夜は一緒に寝よう。この小さな部屋は物置にしといて、私と君の愛の結晶が生まれたら子供部屋にするの。あれ、どうしたの？無視しないで。ほらほら、お姉ちゃんとのバラ色の未来を一緒に空想しようよ。え、コッコロちゃんが呼んでるから行かなくちゃって誰それ？お姉ちゃんの知らない子だよね。紹介してくれる？うん、もちろん私は理解あるお姉ちゃんだから、君の交友関係にまで口出しはしないよ。でも一応お姉ちゃんとして挨拶ぐらいしておきたいし。え、そのコッコロちゃんってこと一緒にホテル暮らしをしてるの？どういうこと？説明して。そのコッコロちゃんって多分女の子だよね。そんな、若い男女が一つ屋根の下で、いやらしい。ダメだよ、お姉ちゃんは君をそんな不道徳な子に育てた覚えはありません。あ、どこ行くの？待って、まだ話は終わってないよ。ごめんね、ごめんね、うざかった？だけどお姉ちゃんは君のことが心配なんだよ。はあ、弟くんに会いたい。でもマスターに不用意に弟くんと接触しないようにって釘を刺されちゃったしね。偉そうに。でも今はあの人の言うことを聞いておかないと。弟くん、単に記憶喪失なだけじゃなくて、なんだか不思議な感じになってるみたいだし、余計な刺激を与えたら何があるかわかんないし、弟くんと元通りの仲良し兄弟になるためには今は我慢しなくちゃ。耐え難きを耐えて弟くん立ちをしないと。あー、でもダメ、禁断症状。道行く人が全部弟くんに見える。だるまさんが転んだ。なんかちっちゃい子たちが遊んでる。子供はいいな、元気で幸せそうで。なんだか昔を思い出しちゃうな。ちょうどあの子たちぐらいの年頃だったかな、私と弟くんが運命的に巡り合ったのは。家が近所だったんだよね。あー、懐かしいな。両親は仕事が忙しかったし、私いつも一人ぼっちで、弟くんを弟みたいにして寂しさを埋めてた。
本当の兄弟みたいに育ったよね。うん、血のつながりはなくても私にとっては家族だった。弟くんも同じだって信じていたかった。再会した時本当に嬉しかったんだよ。でも弟くんは全部忘れてた。理不尽なよくわかんない異変のせいで私はその事実を憎む。血のつながりはなかったから思い出だけが私と弟くんの絆だったのに、それを奪われたんだ。弟くんが記憶を取り戻した時、本当に普通に私のことを忘れちゃってるかもしれないけど、ちっちゃい頃仲良しだった近所のお姉さんのことなんか。だけど記憶が理不尽に奪われたんでなければまた思い出してもらえるかも。うん、また仲良くなって昔以上にたくさん思い出を作っていけばいいんだよね。だけど今の状態だとそれも難しい。今どれだけ思い出を積み重ねても弟くんが記憶を取り戻したら今の記憶は消えちゃうかもしれないし、仲良くなってもまた忘れられちゃうなら実際距離を置いておいた方がいいんだ。後で傷つくだけだもんね。マスターは正しいよ。分かってるけどさ。ん？あれ？君だよね。幻覚じゃないよね。会いたかったよ。いやいや、会っちゃいけないんだ。距離を取らないと。だけど会えて嬉しい。いいもん、後で傷ついても今最高に幸せだから。ずっと会えなくて寂しかったよ。あ、お兄ちゃん動いた。何してるの？その綺麗な人、お兄ちゃんの彼女？ヒューヒュー。その子たちと知り合い？っていうか、もしかしてその子たちと一緒に遊んでるの？そうだよ。この人お仕事してないのか、昼間からフラフラ暇そうにしてたんだ。だから私たちが遊びに誘ってあげたの。こんなちっちゃい子たちに遊んでもらってたんだね。記憶喪失だもんね。子供の遊びも新鮮で楽しいんだろうね。いやー、お姉ちゃんはだるまさんが転んだではしゃげるほどお子ちゃまじゃないよ。どうせならもっと年相応の遊びがしたいな。どんな遊びって？君にはまだちょっと早いかな。まあそのうち教えてあげるよ。なんか楽しく遊んでたのに邪魔しちゃってごめん。おい、うわ、君が心配してくれた。お姉ちゃんのことが大好きなんだね。私も愛してるよ。大丈夫だよ。お姉ちゃんはね、君が元気でいてくれたらそれだけで幸せなんだ。うん、それ以上求めるのは欲張りってもんだよね。なんか楽しく遊んでたのに邪魔しちゃってごめん。お姉ちゃんちょっと用事があるから行くね。弟くんと接触しちゃダメって言われてるしね。寂しいけど我慢我慢。何？どうしてお姉ちゃんの服の裾をつままの？お姉ちゃんが遠くに行ったら嫌なの？寂しいの？もう君は甘えん坊さんだな。うん、じゃあちょっとだけ一緒に遊ぼっか。君は覚えてないだろうけど、小さな子供の頃みたいに。
お姉ちゃんだよ。奇遇だね。君も買い物？私もだよ。やっぱり兄弟って似てくるんだよね。同じような行動しちゃうよね。ふんふふ。偶然偶然、たまたまだから問題ない。弟くんに会おうと思って会ったわけじゃないもんって言い訳ができるよね。弟くんにはあんまり接触しないようにって言われてるけど、お姉ちゃん知ってる、どんなルールにも抜け道はあるんだよ。弟くんの一日の行動パターンを調査して、弟くんがよく通りかかる場所にたまたま用事があって私も出かけたという風に仕組んでみた。後でマスターに怒られても偶然だって言い張れるよね。うんうん、完璧。会えるかどうかは半々だったけど、私は賭けに勝利した。もちろん同行した接触はしない。ちょっと顔を見て少しだけ立ち話する程度で我慢するよ。ほんと、弟くんを迂闊に刺激したら何があるかわかんないし、りのちゃんだって弟くんに会わないように辛抱してるんだもんね。お姉ちゃんだけ抜け駆けするのはちょっと申し訳ないから。あ、ごめん、考え事してた。お姉ちゃんにだっていろいろ悩みはあるんだよ。君はまだ子供だからわからないかな、そういう大人の機微みたいなのは。わーい、心配してくれるの嬉しい。君ったら優しいいい子。お姉ちゃんの自慢の弟だよ。大丈夫だよ、君に会えただけでお姉ちゃんはウルトラハッピーだから。君は何を買い物してたの？うん、ようやくいい感じのお部屋が見つかったからね。こないだから一人暮らししてるんだけど、だから生活用品とか家具とかいろいろ買い揃えてるんだ。安くていいものを選ぼうとしたらなかなか時間もお金もかかっちゃうから苦労しちゃうけどね。いいなって思ったものはびっくりするほどお値段がするし、だけど一つ一つ大事にしたいなって思えるお気に入りのものが部屋に増えていくのって、なんていうかな、幸せな感じだよ。君は何をお買い物してたの？一人で大丈夫？お姉ちゃん付き添ってアドバイスとかしてあげようか。ふふん、お姉ちゃん近頃この辺で買い物ばっかりしてるからお店とか詳しいんだよ。あちこち案内してあげよっか。昔みたいに、ちっちゃい頃はいつも私が君の手を引いてあちこち連れて行ってあげたよね。まあ覚えてないだろうけど、君は男の子だしあんまりお買い物とかは好きじゃなかったみたいだけど、いつでも文句も言わずについてきてくれたよね。嬉しかったよ、とっても。あの頃君と一緒に買った安っぽいおもちゃの指輪とかさ、今でも私大事に持ってるんだ。一人暮らしを始めてもどうしても手放せなくってね。ごめん、なぜか涙が出てきちゃった。風で目にゴミが入っちゃったみたい。大丈夫だから心配しないで。お姉ちゃんは強いんだよ。泣き虫の君をいつでも守ってあげる立場だしね。わあ、どうして抱きついてくるの？甘えん坊さん。自分でもよくわからないの？お姉ちゃんはお姉ちゃんだから大丈夫だけど、あんまり女の子に気軽に抱きついちゃダメだぞ。おった、危ない、頭突きしそうになった。癖なんだよね、すぐ手が出ちゃうんだ。それで親にあんまり人を叩いたり蹴ったりしちゃダメって叱られてさ、じゃあ頭突きにするって、叩いても蹴ってもいないもんってね。
小賢しい子供だったよね、我ながら。何もかもわきまえてる賢いお姉ちゃんのふりしてさ、もっとなりふり構わず一生懸命かっこつけずに泣きじゃくってでも自分の欲しいものをゲットしちゃえばよかったのに。バッカみたい、私。ごめん、独り言。じゃあね、お姉ちゃん今日は調子悪いみたいだからお家帰るね。転ばないようにね。あと迷子にならないように気をつけてね。心配しすぎ。子供扱いしないでって。生意気、かわいい。でもね、お姉ちゃんは弟の心配をして面倒を見るのが生きがいだから。何か困ったことがあったらいつでも呼んでね。お姉ちゃんは君のためなら火の中水の中。うんうん、いつだって君の味方だよ。正真正銘の偶然だからお姉ちゃんびっくりしちゃった。何してるの、こんなところで。ふん、郵便配達のバイト。それでたまにこの牧場とランドソルを行き来してるんだ。いろんなバイトをしてるんだね。働きすぎで倒れちゃわないか心配だよ。まあ家でゴロゴロ寝転がって暇を持て余すよりは有意義だろうけど。お姉ちゃんはね、見ての通りこの牧場で乗馬の練習をしてるの。うっかり通りすがりの君を引きそうになってヒヤッとしたよ。うん、私はギルドの仕事の関係で全国の津々浦々を飛び回ったりするからさ、馬に乗れると便利かなと思って練習中なんだ。遠方だと徒歩で移動するのもなかなか大変だしね。うちは少人数で行動することが多いから、馬車を丸ごとよりも馬を一頭だけ借りた方が安上がりでしょ。よかったら帰り道お姉ちゃんが馬で送ってあげようか。牧場と契約してね、馬を1ヶ月だけレンタルしたから乗って帰れるんだ。お姉ちゃん割と何でもすぐに上達する方だから山道でも安心だよ。遠慮せずに乗って乗って。うん、おいで。しっかりお姉ちゃんに捕まってね。振り落とされたら怪我しちゃうから。ほらほら、もっと強く抱きしめて。じゃあ行っちゃうよ、出発進行。また何か光ってるよ、眩しい。やっぱ馬が謎の輝きに驚いて暴れてる。嬉しいな、兄弟で仲良くお買い物。せっかく朝早くにお姉ちゃんが起こしに行ったのに。ちゃんと自分で起きてたのは残念だったけど。ちぇ、お姉ちゃんが起こしてあげたかったのにな。君はもう一人前の男の子に成長しちゃったんだね。嬉しいけど寂しいな。もうお姉ちゃんなんかいなくても君は立派に生きていけるんだね。私は用済みだね、いらないお姉ちゃんだね。え、そんなことない、私必要。そうだよね、もう正直者、ずっと一緒にいようね。おっとっと、お店の中で騒いじゃダメだよね。荷物ちょっとはお姉ちゃんが持とうか、
私テンション上がって買いすぎちゃったから重いでしょ。大丈夫？そっか、君は力持ちなんだ。男の子だもんね。よし、じゃあ強く成長したという君を信用して、次はもっと重いものを買うよ。食器とか調理器具とかが欲しいんだ。その辺を見て回ろう。ふむふむ、こないだお茶碗を割っちゃったんだ。んじゃあついでだし買っていきなよ。お姉ちゃんがいい感じのやつを選んであげるね。君昔から水色が好きだったよね。これとかいいんじゃない？それともこの戦隊ものの絵柄のやつ？ねえ、相変わらず主体性がないの。うんうん、お姉ちゃんのセンスを全面的に信用してくれてるってことだよね。じゃあもうちょっと真面目に選ぼうかな。これかな。いや、君の手のひらのサイズから考えてこっち？ももねえねえ、周りに新婚さんっぽいカップルがちらほらいるね。え？自分で使うやつだから自分で選びたいの？生意気！君ったら優柔不断なくせに。昔から何でもお姉ちゃんが選んであげたのにな。ねえねえ、周りに新婚さんっぽいカップルがちらほらいるね。愛の食器選びだね。私たちも夫婦に見えたりするのかな。君もそのうち奥さんとこういうところにお買い物に来たりするんだろうね。お揃いの夫婦茶碗を選んじゃったりして。大丈夫、君なら絶対にいい人と巡り会えるよ。なんてったってお姉ちゃんの自慢の弟だもん。はあ、ついこの間まであんなにちっちゃかったのに、いつかは巣立っていっちゃうんだね。想像しただけでジーンとしちゃう。そうしたらもう今みたいにしょっちゅう会えなくなっちゃうんだろうね。仕方ないことだけど、やっぱりちょっと寂しいな。でも大丈夫だよ、安心して。寂しがる必要なんてないの。どれだけ遠く離れてもお姉ちゃんの愛は永遠に不滅だからね。はい、お疲れ様。いつも思うけど、あんたたちって仲良しよね。それこそ血のつながった兄弟でも思春期になればそんなにベタベタしなくなるのに。結構常軌を逸してる気がするわ。しずるちゃんはあくまでお姉ちゃんっていう立場を崩さないけど、本当にそれだけなのかしらね。なんか他の気持ちも含まれてる気がするな。本人も多分自覚してはいないんだろうけど。あんたはどうなの？しずるちゃんのこと本当に世話焼きのお姉ちゃんとしてだけ見てるのかしら。いいけどね、あんたたちの人生にまでは口を出さないわ。でも多分現状維持をしてるだけだと、そのうちドツボにはまる気がするわよ。おっと、今回はちょっと間が悪かったわね。さっさと起きないと馬から落ちて大怪我しちゃう。手早く目覚めなさい。それであんたの大事なお姉ちゃんのことをしっかり抱きしめてあげるのよ。起きた？よかった。もう急にガクンって脱力するから驚いちゃったぞ。まだそんなに速度は出してないから落ちても軽傷で済むだろうけど、馬に踏まれたりしたら下手すれば死んじゃうからね。気をつけてね。心配だな。あれなら落馬しないようにお姉ちゃんと君を縄で縛りつけちゃう？それってなんだかとっても幸せな状態な気がするよ。
メ？そんなに強く抱きしめちゃダメだよ。ちょっと痛いよ。どうしたの急に、甘えん坊さん。ああ、馬から落ちないようにしっかり抱きついてきたんだよね。うん、他に考えられないよね。突然ギュッてされたから驚いちゃったよ。力が強くなったんだね。うん、大きくなったんだ。君は記憶喪失でいろいろ忘れちゃってるけど、それでも君は君なんだなって思うよ。昔もよくこうやって二人で帰ったよね。遊び疲れた君を私がおんぶしてさ、今じゃもう君を背負うのは大変だけど、お姉ちゃんに任せてね。いつだって抱きついて寄りかかって甘えてくれていいんだよ。それが私の生きがいで幸せだから。大好きだよ。大事な大事な私の可愛い弟くん。お姉ちゃん強くなっちゃった。どう？お姉ちゃんの溢れる力を感じるでしょ。お姉ちゃんね、毎日毎晩ずっと弟くんのことを考えてたんだ。朝はちゃんと起きられてるかなとか、昼のご飯はよく噛んで食べてるかなとか、夜は迷わず一人でお手洗い行けるかなとか、そうやって毎日君のことを考えてたら、体の中から力が湧いてきて、今までよりもっとお姉ちゃんパワーが上がったんだよ。ほらほら、お姉ちゃんをよーく見てみて。わかんない。んじゃあこれならどうかな。それぎゅうぎゅう。どうかな、いつもよりパワフルなお姉ちゃんの愛を感じるでしょ。分かってくれたみたいだね。よかった。でももうちょっと抱きしめさせてね。君のぬくもりをお姉ちゃんに分けて。エネルギー満タン。ということで、ここで重大発表。弟くん拍手拍手。5分、これからはお姉ちゃん君とずっと一緒にいることにしました。考えたんだ、今までは君に何かあっちゃいけないからって少し距離を置いてずっと我慢してきたんだけど、お姉ちゃん強くなったから、これだけの力があれば君に何があっても大丈夫。弟くんに降りかかる災いなんてお姉ちゃんの力で守ってあげちゃえばいいんだって。そのためにはお姉ちゃんがいつもどんな時でもそばにいなきゃ。そうと決まれば早速行こっか。お昼ご飯まだだよね。一緒に食べよう。パワーアップしたお姉ちゃんがごちそうしちゃう。じゃあレッツゴー。そうだ、手をつないで歩こっか、昔みたいにね。君が迷子にならないようお姉ちゃんがしっかり握っててあげるからね。はい、あーん。よーく噛んでね。急いで飲み込んじゃダメだよ。もぐもぐした回数ちゃんと数えてるからね。ちゃんと飲み込める？お水はここにあるからね。あ、ジュースがよかった。お姉ちゃん特製ブレンドのジュース飲む？甘くて美味しいんだよ。あ、そうだ、お姉ちゃんのプリンあげるよ。え、大丈夫？私のだからって？もう優しいんだから。優しさでお姉ちゃん満腹になっちゃう。ご褒美にこのプリンを食べさせてあげちゃう。はい、あーん。
君が美味しそうに食べてる姿がお姉ちゃんの一番のごちそうだよ。君はこの後配達のバイトがあるんだよね。なんで知ってるのって？もちろんお姉ちゃんだからだよ。弟くんのスケジュールはお姉ちゃんには筒抜けなんだよ。じゃあお姉ちゃんもついてってあげるね。君の働く姿をまじまじと見せてもらっちゃう。頑張れ。その荷物重くない？本当にお姉ちゃんが手伝わなくて大丈夫？これは自分の仕事だからって。かっこいい。君も立派な男の子だね。あ、足元に石が落ちてるよ。転んじゃうと危ないからお姉ちゃんが拾っておくね。もう弟くんのお仕事の邪魔しちゃダメなんだ。落石が。これじゃ通れないね。でも安心して、パワーアップしたお姉ちゃんなら、お姉ちゃんチョーップ。この通り。君の邪魔をするものは溢れるお姉ちゃんの愛で全部解決だよ。あ、それより大丈夫？そろそろ疲れてきたんじゃない？お姉ちゃんがおんぶしてあげよっか。安心して。荷物を持った弟くんごと持ち上げれば、君もお仕事できて、お姉ちゃんもお姉ちゃんできて、一挙両得だよね。お仕事お疲れ様。お客さんに喜んでもらえてよかったね。そろそろおやつの時間だね。ちゃんと用意してあるよ。じゃーん！お姉ちゃん特製クレープだよ。隠し味にはお姉ちゃんの愛を包みました。これを食べたらそこの木陰で少しお昼寝しようね。お姉ちゃんの膝を枕にしてぐっすりお休みさせちゃうよ。さ、遠慮せずにどうぞ。お姉ちゃんに遠慮なんてしたら力ずくで寝かせちゃうぞ。どうかな、お姉ちゃんの膝の寝心地は。でしょでしょ。お姉ちゃんの膝は弟くんのためにあるんだよ。いつでも使っていいんだからね。あ、まぶたが下がってきたね。いいんだよ、そのまま目を閉じて。お姉ちゃんがなでなでしててあげるから。起きなくてもいいんだよ。お姉ちゃんの膝の感触をたっぷり味わって、お姉ちゃんの膝でしか眠れなくなっちゃう。あ、まぶたが下がってきたね。いいんだよ、そのまま目を閉じて。お姉ちゃんがなでなでしててあげるから。思い出すな、昔よくこうやってお昼寝したよね。君は覚えてないかもしれないけど、私ははっきりと覚えてるよ。君は謝らなくてもいいの。謝らなきゃいけないのは私の方だよ。君が大変なことになってるのに何もしてあげられなかったんだから。これまではやきもきしながら見てるだけだったけど、これからはお姉ちゃんが一緒にいるからね。記憶も思い出も全部取り戻して、また昔みたいに一緒に。起きた？もうすっかり日が暮れちゃった。お姉ちゃんの膝の上がよっぽど気持ちよかったのかな。このまま一日中だって君の顔を眺めていたかったけど、もうそろそろ帰らなきゃね。昔の君は夜道を怖がってたけど、今もそうなのかな。大丈夫、お姉ちゃんに任せて。君を怖がらせるものはお姉ちゃんが近づけさせないから。それに今日は君がベッドに入って眠るまで一緒にいるからね。子守歌も歌っちゃおうかな。もしかしてお世話しすぎって思ってるかな。でも許してね、お姉ちゃん決意しちゃったんだ。絶対君を守るから。私は君のお姉ちゃんなんだから。
毎日毎晩君のことを考えるだけじゃなくて、こうやっていつでも手の届くそばにいたいから。だからお世話しすぎなんて思ったりせずに、もっともっとお姉ちゃんに甘えて頼って委ねていいんだよ。何もかもお姉ちゃんに任せてね。今日も朝からお姉ちゃんだよ。あれ、いない。弟くんどこ行ったんだろう。この時間はまだ寝てるはずなんだけどな。お姉ちゃんのモーニングコールなしで起きちゃうなんて。よし、もっと早起きしちゃうから。うん、ベッドはまだ暖かい。弟くんのぬくもり、そうだ、このままお布団に潜り込んで弟くんをびっくりさせちゃおうかな。決して弟くんのベッドでゴロゴロして弟くん成分を吸収しようとしてるわけじゃないからね。これはそう、お姉ちゃんサプライズ。朝一番のびっくりをお姉ちゃんがお届けだよ。そうと決まれば、よいしょ。床に転がったりしてどうしたの弟くん。床は寝る場所じゃないよ。あ、たまにはお姉ちゃんを下から見たかったとか。お姉ちゃん動かない方がいい。それともお姉ちゃんへの逆サプライズなのかな。だとしたら大成功なんだけど。そうじゃなさそうだね。大変、起き上がろうとしてベッドから落ちちゃったの。大丈夫？タコブできてない？そうだ、まずはベッドに戻してあげるね。よいしょっと。お姫様抱っこならぬ弟くん抱っこだね。そんなこと言ってる場合じゃなくて。体調はどうかな？どこが悪いかお姉ちゃんに教えて。頭痛？それは辛いよね。お姉ちゃんが頭なでなでしてあげる。ほら、こっちにおいで。よしよし、痛いの痛いの、飛んでけ。とにかく今日はゆっくりしなきゃ。君のバイトはちょうどお休みだったよね。今日一日お姉ちゃんが手厚く大事に大切に看病してあげる。ちょっと前髪あげるね。それでお姉ちゃんのおでこと、やっぱり熱があるね。普段の弟くんの体温よりポカポカしてる。とにかく今日はゆっくりしなきゃ。君のバイトはちょうどお休みだったよね。今日一日お姉ちゃんが手厚く大事に大切に看病してあげる。お姉ちゃんにお任せだよ。最後の一口だよ。お口を開けてね。はい、ごちそうさま。体が温まったでしょ。お姉ちゃん料理は滋養に満ちているんだよ。じゃあ次はお着替えだね。汗かいてるもんね。濡れてると気持ち悪いよね。上着を脱ぎ脱ぎしようね。両手を上げて。こら、体調が悪い時は無理しちゃダメなんだよ。あ、もしかして恥ずかしいの？そんなの気にしなくていいんだよ。お姉ちゃんは君のこと全部知ってるんだから全然平気なんだよ。むしろもっと見せちゃおう。というわけで、あっという間に脱ぎ脱ぎ完了。うん、前よりもちょっぴり体が引き締まってる。男の子らしくなっていくのはいいことだけど、弟くんがこのままムキムキになっちゃったらお姉ちゃん複雑かな。いつまでも記憶の中の可愛い弟くんのままでいてほしいなんて、お姉ちゃんのわがままなんだけどね。
あ、ごめんね。すぐに汗を拭いちゃうから。いろいろすっきりした？よかった。じゃあ、もう一回お休みしよっか。お布団かけてあげる。眠るまでお姉ちゃんがそばにいるからね。こうしてると、昔を思い出すな。君が小さかった頃、風邪をひいて寝込んじゃって。体調が悪いのをいいことに甘え放題だったんだよ。お姉ちゃんなでなでしてとか、ジュース飲ませてとか、鼻かんでなんてことも言われたっけ。私は私で、それがなんだか嬉しくて、お姉ちゃんに任せてって全部聞いてあげたっけ。それで私が離れようとすると、お姉ちゃん寂しいって私の手を掴んで離してくれないの。あの時の君は甘えん坊だったね。あれ、君どうしたの？さっきよりも呼吸が荒い。頭痛むの？熱も上がってる。どうして？風邪のお薬じゃダメだった？どうしよう、ここには他のお薬がないし。ちょっと待っててね。お姉ちゃん、よく聞く薬草取ってくるから。邪魔だよ。お姉ちゃん急いでるから今は手加減できないよ。熱冷ましの薬草はこれだね。ラビリンスやっててよかったよ。普段はクレープばかり作ってるけど、マスターの指示で怪しげな素材とか集めることもあるし、そのおかげで通じゃ出回らないような効き目の強い薬草にも詳しくなれたからね。次は鎮痛作用のある薬草を。いけない、騒がしくしちゃったから魔物が集まってきちゃった。一刻も早く弟くんのところに帰りたいんだけどな。もう、弟を思うお姉ちゃんを邪魔するとどうなるか教えてあげちゃうから。連続お姉ちゃんチャンプ。ただいま。弟くん大丈夫？お姉ちゃんの前で無理しなくていいんだよ。きつい時はきついって言っていいんだから。お姉ちゃんに嘘はつかないでね。でも安心してね、もう大丈夫だよ。お姉ちゃんがすぐに取ってきた薬草を調合するからね。そんなのダメだよ弟くん、お姉ちゃん泣いちゃうよ。でも安心してね、もう大丈夫だよ。お姉ちゃんがすぐに取ってきた薬草を調合するからね。まずはお湯を沸かして、それから道具の準備と、このままだと苦くなっちゃうかも。弟くんが飲みやすいようにしなくっちゃ。じゃあちょっと待っててね。どうしたの弟くん、手を握られちゃうとお姉ちゃん動けないんだけど。もしかして寂しかった？具合が悪い時って心細くなっちゃうもんね。ごめんね、一人にさせちゃって。わかった。お姉ちゃんしばらくこうしてるね。安心して。もういいって言っても絶対に離さないから。君は今も甘えん坊さんだな。だけど手はやっぱり昔よりも大きくなってるね。お姉ちゃんの手ですっぽり包めないや。こうして手をさすられるの気持ちいい？じゃあもっとやってあげるね。眠くなったら寝ていいんだよ。目が覚めた時お姉ちゃんはここにいるからね。おやすみ弟くん。
弟くん、まだ苦しそう。どうしてだろう、全然良くならないなんて。熱を下げる薬も、痛みを止める薬も効いてない。お医者さんにも見せたし、回復魔法も試したのに。これって、病気とかそういうのじゃ、ない?もしかして、私が、マスターの言いつけを破っちゃったから?前に言ってた、不用意に接触するな、どんな不都合が起きるかわからないって、こういうことが起きるからだったの?だとしたら、私が君を。え?この光は、これも確か前にマスターが。気分はどう?ちょっとおでこで体温測らせてね。はーい。お姉ちゃんのおでこと合体だよ。まだちょっぴり暑いね。ご飯も食べたし、お薬も飲んだし、できることはもうやったんだけど。大丈夫。大丈夫だからね。お姉ちゃんがついてるんだから。君は何の心配もしなくていいんだよ。でも、どうして熱が下がらないのかな。頭のタオルはこまめに変えてるし、汗をかいたらすぐに体を拭いてあげてるし、水分補給も欠かしてないんだけど。弟くん苦しそう。ごめんね、お姉ちゃんがついてるのに。今すぐ代わってあげられたらいいのに。気休めしか言えないお姉ちゃんで、ごめんね。どうしよう、このまま弟くんが治らなかったら。ああ、そんなの絶対ダメだよ。ごめんね、私、お姉ちゃんなのに。え、どうしたの?なんだかドキッとする言い方だね。お姉ちゃんときめいちゃった。お姉ちゃんハートを打ち抜かれちゃったよ。じゃあ君の言う通り、そばにいるね。いつも、いつまでも。ね。やっぱり君は優しいね。具合が悪いのに、私のことを心配してくれたんだよね。もちろん、お姉ちゃんは弟くんの言うことなら何でも聞いちゃうよ。他にはもっとない?手だけじゃなくて、もっとくっついちゃう?何でも言っていいんだよ。やっぱり君は優しいね。具合が悪いのに、私のことを心配してくれたんだよね。うん。君が優しいから、お姉ちゃんは頑張れるよ。優しい弟くんのために、強いお姉ちゃんでいようって思えるよ。あ、そうだ!これはまだ試してなかったかも。弟くん、ちょっと動かないでね。おでこを出して。熱が下がるおまじない、だよ。って言っても、今思いついたんだけどね。驚いた?目をパチクリさせちゃって、かわいいな。効果なんてないかもしれないけど、でも、お姉ちゃんの愛情が詰まってるんだから。ほんと?やっぱりどんなお薬よりも、お姉ちゃんの愛だね。あ、もっとすれば、より効果があるかも。お姉ちゃんの愛は速攻性。え、もういい?なんで?はぁ、危ないところだったわね。強制的に眠らせて少し記憶の整理をさせてもらったわ。今回のあんたの不調はあんたの記憶を刺激しすぎたのが原因よ。しずるちゃんが言う昔の弟くんのことを思い出そうとするあまり、頭と体に負担がかかっちゃったのね。まあいつものように、ここでのことはすぐに忘れちゃうわ。今回は負荷をかけた記憶も一緒に、ね。それであんたの不調も治るはずよ。今回はしずるちゃんも少し軽率だったかもしれないわね。思い余って行動を急ぎすぎた。でも、彼女の行動を責めることは、私にはできないわ。失ってしまったものを取り戻したいと思うのは誰だって。私だってそうだもの。しずるちゃん、きっとしばらく落ち込んじゃうと思うけど、そこはどうすればいいか分かってるわよね。ねえ、大事な弟くん、私に言えるのはここまでよ。
一日中寝てるのも退屈でしょうから、さっさと起きなさい。それじゃ、バイバイ。お大事に。弟くん？わあ！いけない！寝てた！なんだか懐かしい夢を見てた気がするけど。全然思い出せないや。それよりも弟くん！はあ、よかった。熱が引いてる。呼吸も普段通りだし、落ち着いてくれたみたい。安心したよ。お姉ちゃん不安だったんだから。おっと、まだ寝てるんだから起こさないようにしなきゃね。幸せそうな寝顔、いつまでも見ていられちゃう。でもダメだよね。ごめんね、私のせいで苦しい思いをさせちゃって。大事な弟を苦しめるなんてお姉ちゃん失格だよね。お姉ちゃん行くね。近くにはいてあげられないけど、ずっと見てるからね。どうか元気でね。お姉ちゃんがいないからって泣いちゃダメだよ。お姉ちゃんの方が泣いちゃうかも。バイバイ弟くん。弟くん、なーんて言ったものの、弟くんが心配で心配で目を離してなんていられないお姉ちゃんです。だってだって弟くんってばまだまだ危なっかしいんだから。お姉ちゃんがいないと、お姉ちゃんが、私がいたから弟くんは体調を崩しちゃったんだよね。ごめんね、お姉ちゃん失格だよね。でも大丈夫、これからはお姉ちゃんこうして弟くんを遠くから見守るから。弟くんのことを熟知してるお姉ちゃんにとって、視界に入らないように行動するのなんて朝飯前。お姉ちゃんが本気になれば弟くんに一切悟られず、身の回りのお世話をすることだってできちゃうんだから。会ってなでなでして抱きしめてあげられないのは寂しいけど、弟くんの元気な顔がお姉ちゃんの生きる意味。我慢しなきゃね。それにしても、弟くん何してるのかな。ここ数日なんだかお出かけばかりしてるけど、いつものバイトとは違うよね。しかもなんかいろんな人に会って話をしてるんだよね。女の子が多めなところがお姉ちゃんとしては気になるところ。気になる、気になるよ。でもダメ、我慢しなきゃ。でも一応念のため、手頃なサイズの当たると微妙に痛い感じの小石だけは拾っておこうかな。あ、お兄ちゃん、お待たせしました。リノちゃん。お兄ちゃんってば、今来たところだなんて、これってまるでデートの待ち合わせみたいですね。抜け駆けかな。これは抜け駆けなのかな。抜け駆け禁止の約束を忘れちゃってるのかな。そういえば最近リノちゃんとも会ってなかったもんね。最後に会った時、お姉ちゃん修行してくるって言ったっきりだったっけ。だからってこっそり弟くんと会ってるなんて、リノちゃんの裏切り者。なんか今すごく納得いかない感じがしましたよ。自分のことを棚に上げまくりな気配が。気のせいみたいですね。気を取り直して行きましょうか。え、もちろん静かなところですよ。静かな、
静かなところで何をする気なのかな、リノちゃん。大事な話をするときは誰もいないところがいいですもんね。二人っきりでお話、なんだか緊張しますね。わら、いきなり手頃なサイズの当たると微妙に痛い感じの小石が飛んできました。ここは危ないですよ、お兄ちゃん。なんだか静かな殺気を感じます。早く行きましょう。あれから少し話してリノちゃんと別れちゃったけど、弟くん今度はどこに行くんだろう。町の外まで出ちゃうなんて危ないよ。そんなにキョロキョロしながら歩いてると、ほら足元に大きな石があるよ。ああ転んじゃった。大丈夫かな。痛いよね。痛いの痛いの飛んでけってしてあげたい。というかさっきから弟くん目をゴシゴシしてなんだか眠そう。ちゃんとお昼寝しないからだよ。うーん、今すぐお姉ちゃんの膝を貸してあげたい。あ、魔物、魔物が近づいてきてるよ。全然気づいてない。仕方ない、気づかれないように。お板はダメだ。さ、ところだった。弟くんは気づいてないね。これぞお姉ちゃんステルス。この調子で見つからないよう、弟くんの身の回りはお姉ちゃんが守るんだから。こんな危険なところまで一人で来ちゃうなんて、そんなに大事なものを探してるのかな。一生懸命なのは弟くんのいいところだけど、それにしたってさっきからもう何度もつまずいてるし、立ったまま寝そうになってたし、魔物に何度も狙われてたし、お姉ちゃんがいなかったら今頃大変なことになってたよ。今すぐ出て行って手をつないであげたい。膝枕でお休みさせてあげたい。たくさん甘やかしてあげたいよ。だけどそれで苦しむのは弟くんなんだよね。どうしてこんなことになっちゃったのかな。私はただ君と一緒にいたいだけなのに。あ、ダメだよ弟くん、そっちは。足元が崩れてダメ、落ちちゃう。大丈夫弟くん、間に合ってよかった。待っててね、今引き上げるから。重たくなったね。でもパワーアップしたお姉ちゃんならこのくらいへっちゃら。ああ弟くん、偶然だね。こんなところで会うなんて運命かな。ああ会っちゃダメなのに、なんだかすごくほっとしちゃってる。ダメなお姉ちゃんだな私。もう足元には気をつけなくちゃダメだよ。いつもお姉ちゃんがそばにいるわけじゃないんだから。じゃあね、お姉ちゃんは忙しいからこれで。なに。ダメだよ、お姉ちゃんは忙しいんだから。君も何か探しに来たんでしょ、こんなところまで必死になって。え、見つけたって、ここにはお姉ちゃんしかいないよ。私を探してたの。リノちゃんにも協力してもらって。だからリノちゃんとこっそり会ってたんだね。そっか、リノちゃんには修行なんて言って飛び出しちゃったからこんな危ないところにまで来ちゃったんだね。でもどうしてこんなになってまで。弟くん、さっきも本当に危なかったんだよ。そんなこと言ってくれるなんて
優しすぎだよ。お姉ちゃん泣いちゃいそう。ごめんね、お姉ちゃん黙っていなくなっちゃって。君は甘えん坊なんだから。うん、私も寂しかったよ。ごめんね、お姉ちゃん黙っていなくなっちゃって。でもね、ダメなんだよ。私は君に会っちゃいけないの。どうしてか詳しくはわからないけど、お姉ちゃんがそばにいると君が苦しんじゃうんだよ。だからね、もう強く、お姉ちゃんよりも強くなれば痛みなんてへっちゃらって。かっこいいこと言っちゃって、弟くんのくせに生意気だぞ。そっか、君は私が守ろうとしなくても自分で強くなろうって思えるようになったんだね。私のためにそう思ってくれるのはなんだかお姉ちゃんドキドキしちゃうな。わかったよ、弟くん。じゃあ私はもっと強くなる。私より強くなろうとする弟くんよりもっと強いお姉ちゃんになるね。二人で強くなって兄弟を引き裂こうとする運命なんてぶっ飛ばしちゃおう。そのためには今はまだ節度を持ったお姉ちゃんでいるね。毎日会えなくても、毎日なでなでできなくても、毎日膝枕してあげられなくても、お姉ちゃん我慢できるよ。いつか運命に勝つ日のために。今日も今日とてお姉ちゃんだよ。あれ、どうしたのかな。お姉ちゃんが目の前に現れたみたいな顔しちゃって。節度？もちろん覚えてるよ。だから決めたんだ、弟くんに会いに来るのは1日1回まで、やむを得ないときは3回まで OK。 そんなわけでこれからもよろしくね、私の弟くん。お姉ちゃんに会いたかった？私の方がもっと弟くんに会いたかったよ。お姉ちゃんはいつもいつでもいつまでも弟くんのそばにいるからね。何でもかんでもどんなことでもお姉ちゃんに言ってね。もっともっと頼って甘えて遠慮しないでいいんだぞ。いい子いい子、お姉ちゃんに全部任せていいんだよ。お姉ちゃん、弟くんと再会できてとっても幸せ。これはもう運命だよね、運命。二人は赤い糸で結ばれてるんだよ。世界の謎とか追ってるはずなのに、どうして私クレープ焼いてばっかりなんだろう。でも弟くんに会えるんだから、お姉ちゃん幸せ。君には理解してもらえないかもしれないけど、お姉ちゃんと君はずっと昔から兄弟なんだよ。だからね、君はお姉ちゃんに無条件に甘えていいんだよ。今よりもっともっともーっと甘えていいんだよ。何
何があってもお姉ちゃんはずっと君のお姉ちゃんだから、これからもずっと一緒だよ。昔みたいに君と一緒に過ごせる日が来るまでお姉ちゃん頑張るからね。どんなに大変だって諦めないんだから。子供の頃はよく一緒に遊んだよね。かくれんぼや鬼ごっこやにらめっこやおままごとやお医者さんごっこ。ああ、君に会いたいな。お姉ちゃんね、定期的に君と接触しないと禁断症状が出ちゃうんだよ。君とお姉ちゃんが一緒に過ごせない、こんな世界は間違ってる。それは全部世界を変貌させた何者かのせい。その人が何を企んでいても、何を壊そうとしても、世界を破滅させるつもりでも、そんなことは構わない。でも君にひどいことをするなら許さない、絶対。君はお姉ちゃんが守ってあげるから安心して。姉は弟を守るためならどこまでだって強くなれるんだから。お姉ちゃんの上にお姉ちゃんはなしだよ。お姉ちゃんと手をつないで歩こう。遠慮なんていらないよ。お姉ちゃんと歩くときは仲良く手をつなぐって決まってるんだから。あたあたくん、お姉ちゃんと腕を組んじゃおう。恥ずかしがらなくていいんだよ。お姉ちゃんはもじもじしてる弟くんも可愛いと思うぞ。あたあたくん、お姉ちゃんが抱っこしてあげる。拒否権なんてないよ。ちなみに理由もないよ。お姉ちゃんがそうしてあげたいだけ。君と過ごす時間がお姉ちゃんにとっての幸せだよ。この時間をもっと長く、もっと多く、もっとありふれたものにできるようにお姉ちゃん頑張るからね。だから君は安心して待ってて。え？待ってるだけじゃ嫌なの？君も一緒に頑張ってくれるの？私、君のお姉ちゃんでよかった。私はこれからも君だけのお姉ちゃんだからね。
こうして歩いていれば、弟くんが声をかけてくれるはず。これ、弟くんみたいにあったかいね。弟くん禁断症状だよ。ここにお姉ちゃんの匂いをたーっぷり残しておこうっと。お姉ちゃんの痕跡を部屋中に残しちゃおうっと。かわいい！お姉ちゃんチョップ！お姉ちゃんの痕跡を部屋中に残しちゃおうっと。弟くんが読んでいいか、お姉ちゃんが先に中を確認しなくちゃ。暇だし、お料理とお掃除とお洗濯と買い物しようかな。お姉ちゃん参上！行こうか、リノちゃん。まとめてくらいな。光と霧行きますよ。これが愛だよ。光と霧が任せて。集中入れよ。かまかせ一級百中で飛んでちゃう。やれるよ。当たれ。それ甘えていいんだよ。見切れるかい？ゼイラン分かつ白糸！日本バレだね！この勢いに放つ！まとめてくらいな！妹パワー！私の全力です！コロナレイン！成長したね！甘いな！一撃必殺！全力全開のさらに先！超全力全開プリンセスストライク。私も続きます。全力突破です。ごはんごはんごはん飛んで見切れるかい？ゼイラン分かつ白糸日本バレだね。いい感じだね。ピカッと切ります。お任せ。お姉ちゃんパワー頼りにしてね。セイクリッドビヨンド。これは偉大！これが愛だよ。遅い！届いて！お姉ちゃんの愛！とろけちゃうよ！スイートサンクチュアリ！みんなのお姉ちゃんだよ！一級百中です！ごはんごはんごはん！本気でいきますよ！これが愛だよ！甘いね！当たれ！お姉ちゃんパワー！姉は偉大！お姉ちゃん大勝利！えへん！主様、お仲間のさらなる力を解放する方法が見つかったようです。希少なアイテムを集めていくことで
お仲間の力を高められるようでございます。様々な冒険が待ち受けていることでしょうが、主様とならば必ず乗り越えられると信じております。それでは早速参りましょう。ここに来るまで何度危ない目に遭ったことやら。たくさん強い敵と戦って私たち頑張りましたね。それでコロスケ、次は何をすればいいの？聞き及ぶところによると、最後の試練は大いなる力を持つ自身の影を打ち倒すことのようでございます。強大な影を倒すことにより大いなる力を我が物にできるとのことです。なるほど、ちょうどいい腕試しですね。まったく仕方ないわね。ここまで来たら何が来たって同じよ。まとめて片付けてやるわ。さすがでございます、ペコリーヌ様、キャル様ですが、くれぐれも気を引き締めてまいりましょう。始めましょう。みんなのお姉ちゃんだよ。ずぶ濡れにしてあげる。それ好きだらけです。世界を分かつ極光ディバインレイン。この勢いにずぶ濡れにしてあげる。全力超全開プリンセスバリエント。まだできてない。好きだらけ。任せて、お姉ちゃんも本気だよ。セイクレットパニッシュ。ちょっと甘えていいんだよ、世界を分かつ極光ディバインレイン。やれるよ。好きだらけ。もう一人の私よ、ミラーミラー。あんたの出番はないわよ。ジロジロ見るんじゃないわよ。そうね、出番はないわ。当たってフルパワーですよ、プリンセスバリエント。それ世界を分かつ極光ディバインレイン。甘えていいんだよ。戦う力を。ありましたね。キュー、な、抱きつくな。お姉ちゃんの上にお姉ちゃんはなしだよ。